速報広島球団職員チケットが売れない。何か策を考えないといけない。公式戦もチケット売れてないみたいだし。3年前の勢いは何やったんや。カープ女子どこ行った？森下の結婚が響いてるなこれは。勝つことが最大のファンサービス。冬の時代が来たわけだけど色々苦しいテレビ局は買い支えてくれるかね？ここ数年毎年のように交流戦で落ちていくからな。秋山入ったとはいえ勝たんことには飽きるわな。新井黒田、田中菊池丸、鈴木誠也、あの時が異常なだけ。あんなに弱いカープが好きとか言って盛り上がってたのに本当に弱くなったらこれか。カープ女子は大谷にでも言ったんやろ。笹岡のクソつまらん野球のせいでマジで客離れしたな。あんな野球を球場で見せられる身にもなれ。めっちゃ並んでも買えないとかやってたから。森下って開幕も怪しいほど大きなことになってたんやな。